Hey guys! Thank you for watching my video. This is 関大、Your Conduct Speaking. 皆さんこんにちは。英語車掌の関大です。今回は鉄道員の食事事情についてご説明していきたいと思います。僕は保線係員の時はですね、よく現場に出て作業することがありました。ですので、保線係員ですとか設備関係の係員の方はですね、現場に出てその近くの食堂とかに入って食事を済ませることもあります。もちろんですね、時間がない時はコンビニで済ませる時もあるんですけれども、基本的にはですね、現場の近くにですね、こちらに美味しいうどん屋さんがあるとか、いろいろそういったところで調べておいてですね、出てくる時間も早いし、やっぱこういったところで簡単に済ませようみたいな感じで、一応計画を立てたりとかするんですけども、基本的にですね、この現場で作業する係員とかはですね、そういったようなお店で食事をすることが多いです。もちろんですね、お弁当を持ってくる方もいますけれども、基本的にはパーティーでですね、動いてますから、4人パーティーとか2人パーティーとか、そういう感じでですね、皆さん揃ってですね、うどん屋さんとか定食屋さんとかそういったところに入ることが多いです。では、乗務員はどうなのかということなんですけども、乗務員はですね、もう時間、ダイヤが決まってますから、基本的にはですね、コンビニですとか、そういったところで簡単に済ませることが多いです。また、ダイヤ乱れが発生した時には、その外に出て食べていく時間とかですね、あまりありませんから、この事故とか、なんかトラブルがあった時に、簡単に済ませられるような感じでですね、もうコンビニですとか、そういったところで簡単に済ませる方も多いです。事務関係の方ですとか、例えばですよね、事務所の中で作業する方はいろいろなお弁当屋さんで注文して、この時間になったらお弁当屋さん届けてくれるとか、そういう方もありますけれども、その乗務員に関してはですね、基本的には自分の好きな時にですね、この食事ができるということは少ないですから、もう決められたこの何分かという中でですね、食事を簡単に済ませなくてはいけないということなので、ゆっくりと食べられるということはですね、少ないなということであります。はい、いかがだったでしょうか。この乗務員の食事事情についてお伝えしましたけれども、これからですね、乗務員を目指す方はですね、この食事の、この時間ですとか、やっぱり早く食べなくてはいけないですとか、この日によって食べる時間も違いますから、体調管理には気をつけていただきたいなと思っております。何年もやってるとですね、それが当たり前になってきて、体が順応してくるというか慣れてくるんですけども、そこまではですね、結構最初はきついかなというような形があると思います。でもですね、仕事ですから、だんだん慣れてきます。はい、ということでですね、この鉄道員になると食事に関しても気を配らなくてはいけないと、もちろん体調管理もありますから、そういった食事もですね、いろいろ気をつけなくてはいけないと思いますが、その仕事中はですね、なかなか思うようにですね、好きなものが食べられるとか、そういうことはありませんので、一応ご承知をお願いいたします。ということで、いかがだったでしょうか。今回この動画ですね、鉄道員の食事事情についてお伝えいたしました。はい、僕は英語車掌ということで、この鉄道に関すること、また英語に関することをシェアしておりますので、初めて見てくださった方、もしよかったらですね、チャンネル登録、いいね、お願いいたします。そしてこちらのベルマークもポチッと押していただきますと、で僕が動画をアップするたびにですね、届きますので、こちらも押していただけると嬉しいです。また Twitter もですね、この YouTube で動画を発信する前にですね、飛び込むこともありますから、もしよかったらですね、こちらもフォローお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。バイ。